始まりました、寺子屋チャンネル。今回はテコンドー教室にやってきました。一体どんなお稽古をやっているのか早速覗いていきましょう。ファランテコンドーパク武館はテコンドーの創始者チェ・ホンヒ総裁が創設した正統テコンドーの技術と精神を学べる道場です。対象は3歳から大人まで、年齢や男女を問わず多くの方がお稽古に励んでいます。飛び蹴りや回転蹴りなどアクロバットな動きが身につくことはもちろん、礼儀や優しい心もお稽古を通して学ぶことができます。道場は埼玉県を中心に19道場を展開。今回は戸田道場のお稽古に密着しました。はい、では持ち物チェックしてみたいと思います。兄弟かな、はい、あ、兄弟なんだ。今日はどんなものをお稽古に持ってきたんですか？これ道着とか、うん、道着とか、お、そういう、おお、色は赤と青が、うん、じゃあ大きくワンになって、はい、お母さんたちも入って大きく広がります。お稽古が始まったみたいです。体大きく振りますよ。はい、鼻スルッセッセッ出そうよそう、いるよよどさそう、よそう、ゆるご、よどる、あい、前に大きく、あい、トゥルッ、トゥルッ、セッ、ネッ、さそう、よそう、ゆるご、よどる、あい、前後前から、あい、鼻、トゥルッ、後ろ、あい、セッ、ネッ、あい、さそう、よそう、ゆるご、よどる、あい、トゥルッ、トゥルッ、セッ、ネッ。みんなこう、帯の色が違うと思うんだけど、これってなんで違うの？チキンみたいなのがあって、こうやってどんどん帯が上がっていくの。最初何色だったの？白。白で、黄色で、緑で、青、赤、黒。おお。これ青みって言ったら、次赤みやったら、赤みやったら、10人赤みいたら、みんな10人黒みになりますね。でも青みが難しくて、赤みになれない人が多いです。赤みさえなれば黒みになりますから、ぜひやってください。練習、練習、また練習して、自信をつけるんですよ。続いては構えの練習です。トサンテ準備、トサンテサンテシンジョ、もう自分との戦いっていうよりも自分が好きになってやらないとなかなか上手になりませんから、好きになってやってください。順番覚えたらいいんちゃうからね。おっしゃ、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 上手だな。片方、はい、まっすぐ、はい、シュッシュッ、いいね、まっすぐ片方、はい、片方、はい。今、防具を着て技の練習をしているそうです。はい、じゃあ今度反対、反対、いい？反対だ、右足前から右、左、パンチから、いい？右、左、パンチ、はい、パンチから、そう、いや、パンチから、はい、右、左、右、左、そう、右、左、まっすぐ、はい、そうそう、OK、 そうそう、はい、そうそう、そうそう、よっしゃ、いいけんな、はい、よっしゃ、ナイス、いい。何で割りましょう？多分木の足で割りましょう。テコンドーは足技なんで足で割ります。そうだ、先生。もう一回触っていいよ、触ってみよう。お、本当に割れるか、触ります。これで割れたらやばいよ。硬い。待って、なんか飛び散りそう。強さはあっても人に使わない、人にはしない、こういう気持ちが大事です。家でテレビ見たらね、泥棒が入ってきた時、その時やっつければいいですからね。瀬戸防衛、はい、できた、はい、できた、はい、こうして引っ張って襲われるとする、はい、この時どうするか、自分が怖いから逃げるってするからちょっと、やめてください。これ自分で、ね、守ってあげるんですよ。今お前怖いから逃げてくれ、これやめてください。 Thank you.
こういうのはダメだ。ですからテコンドーとしてはそういう正しい心、まあ、正義の心ですね、そういう心を持ってテコンドーを修練してください。はい、正座、はい、目つぶって。今回はお稽古の最後にテコンドー精神の暗唱を行いました。テコンドー精神、テコンドー精神、礼儀、礼儀、互いに敬い、互いに敬い、謙虚であること、謙虚であること、人の行う礼の道、人の行う礼の道、廉、廉、心が清らかで、心が清らかで、聖徒号をわきまえ、聖徒号をわきまえ、恥を知る心のあること、恥を知る心のあること、忍耐、忍耐、耐え忍ぶこと、耐え忍ぶこと、苦しみや怒りに耐え、苦しみや怒りに耐え、乗り越える強い精神、乗り越える強い精神。どれくらいテコンドーやってるの？4年。4年やってるの？保育園。保育園の時からやってるんだ。どうして保育園の時にテコンドーやってみようと思ったの？あの時ちょっと弱くて強くしたいから。いや素敵だね。うまくなったこととかある？できるようになったこととか。お、蹴りとか振り手とか。できるようになった。おわーすごいね。危ない。すごいね。柔らかいね。二人はどうしてテコンドー始めてみようと思ったの？他にもいろいろ習い事のやつをやろうかと思ってて、他のところ体験とか行ってたんですけど、この習い事が一番楽しくていいと思ったんでやりました。あ、そっかそっか。僕も同じです。なんか得意な技とかってある？360度とかある。え、それどんなやつ？ちょっとやってみてもらってもいい？いや、すごい。今なんか目指してる目標とかってある？この帯を黒帯まで目指すことを目指してます。そっかそっか。黒帯になってもまだ次も次もあるので、そうなんだ、一番上を目指してます。そっかそっか。はい、ということでテコンドー教室のお稽古いかがでしたでしょうか。寺子屋チャンネルでは習い事の選択肢をもっと増やしたい、そんな思いから今後もリアルな習い事事情をお届けしていきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。一人でやる要素、相手と向き合う要素、自分自身に向き合う要素、またみんなで団体でやる要素、こういういろんな要素がテコンドーにありますんで、ちょっとなんか嫌だなって思っても続けていって自分のなんかこう心のケアもできるところだと思うので、はい。